あきちゃんのママチャンネルへようこそ。高城あきです。はい、今日は座り日記をお届けしたいと思います。最初私が座りに気づいたっていうか、妊娠に気づいたきっかけなんですけど、私お酒普通に好きで、こうご飯の時に、その時すき焼きを食べようとしてて、家族で、あ、ビール飲みたい、乾杯、ビールを飲んだ瞬間に、あれ美味しくないって気づいたのが、この妊娠に気づいたきっかけだったんですけど、それから始まったつわり、こうだんだん日を追うごとに悪くなって、そこからちょっと取りだめたこうつわり日記なんですけど、これを見てちょっと、まあ、不快になってしまう方もいると思うんですね。なんか、あ、何この、なんかちょっとネガティブな感じとか、何この人って思われる方もいると思うので、その部分をこう、あの、優しい心で見える方限定でぜひ座り日記見ていただければなと思います。まあ、同じ妊婦さんにとってもやっぱり座りってすごいきつい時期だと思うので、私なりの乗り越え方だったりとか、やっぱり子育て、上の子がいながら、順がいながら座りを乗り越えた記録でもあるので、そう、今19週目入るとこですね。もう明日19週だってそういう感じなんですけど、2人目になるともうあっという間だなみたいな感じで、あの、過ごしてるんですけど、はい、というわけで、あの、広い心でちょっと見ていただければなと思います。結構、あの、すっぴんがひどすぎてアプリに頼って撮ったけれども、ひどいっていうのもあるので、こう目を細めながら見ていただければ嬉しいなと思います。それではスタートです。今が妊娠8週目に入りました。私の毎日見えている景色はこれです。そうです、絶賛つわり中で、一日中ソファーの上にいます。6週後半から、あ、つわりきたなっていう、ちょっと動けるけど気持ち悪いみたいな、日を追うごとに、本当にそれまでは動けてたけど、今は日中起き上がってることがとてもきついです。まあ、つわりの症状とすれば、めちゃくちゃお腹は減るんですけど、空腹になっても気持ち悪いし、何かお腹に物を入れても気持ち悪いし、頭がとても痛い、あと眠いです。一人目の時も結構大変だったんですけど、お腹が減らないし、口にしたくないから食べたり飲んだりしてなかったら、あ、もうすごい体重も一気にバーって減っちゃって、当時九州の方に住んでて、本当に産院が、家から近かったので、その頃はほぼ毎日点滴を打ちに行ってました。なんですが、今は食べれてて、飲み物も飲みたくて食べたり飲んだりするんですが、このような状態になっております。ちょっとね、顔は多分乗せれないぐらい広いので、ちょっと何、自粛しときます。自粛って言うんですかね、ちょっとやめておきます。ラジオ方式でお聞きください。つわりの1人目と2人目の違いでは、前回本当に1人目の時は、うち2匹犬飼ってるんですけど、犬の匂いが本当ダメになっちゃって、かわいそうなぐらいワンワンをケージに入れて休んでたんですけど、今回はワンワンの匂いは全然平気で、むしろいい匂いで、ずっとなっちゃんが私の近くにいて、ルアナも近くにいます。そう、今日中、普段は日中仕事をしてたので、ジュンが保育園に行ってて、保育園の日程を急遽増やしてもらいました。はい、そこはもう臨機応変に対応してくださった保育園の方にとても感謝しております。ありがとうございます。で、今はというと、夫はキャンプ中で、夜ご飯も作らなくていいんですけど、ジュンのご飯を作らなきゃいけないので、本当ここ3日は
10分15分経ってるのもきついので、昨日はウーバーにしました。ですがウーバーのものがジュンはお気に召さなかったようで、なんか私の非常食でなんかマグカップで作れる麺みたいなのを買ってあったので、ジュンは初めてカップ麺じゃないけどそういう即席麺をデビューさせてしまいました。ちょっと罪悪感はあったんですけど、でもやっぱり今はそれを言ってるどころじゃないので、で今日はちょうど今撮ってるのが節分なので、もう午前中ジュンを保育園に送りに行った後に、せっかく外出たからっていう感じで夜ご飯の恵方巻き、まあ子供は生もの食べれないので、まあ、火の通ってる恵方巻きがあったので巻物を買ってきて、茶碗蒸しを買ってきて、ちょっと本当にお惣菜だよりな日々になっております。はい、というわけでつわり日記、まあ同じくソファーの上からお届けいたします。もう毎日このソファーにいるので結構跡がついてるんじゃないかって思うぐらいなんですけど、まあご覧の通りちょっとアプリを使ってでも隠せないほど肌が荒れてきました。ここら辺とか食生活がめちゃくちゃ乱れてて、お腹は減るし食べたいけど気持ち悪くて、この前病院に行った時につわりの症状を改善するための吐き気止めとかビタミン剤を出してもらったんですね。飲んだら眠くなる作用がありますみたいな感じで説明を受けたんですけど、本当に眠いです。でも気持ち悪さはやっぱり飲むと少し良くなるのかなみたいな感じで、でそのなんか薬もらって2日後ぐらいに、あ、これつわり終わったかも、嬉しいわ、つわりの終わりの兆し見えてきたみたいな感じで思ってたら、もうその次の日にはもう気持ち悪さもう一回爆発して、その気持ち悪さが良くなったかもと思った次の日に、ちょっとジュンの幼稚園のなんか説明会とかその行かなきゃいけなくて、ちょっと無理した一日があったんですね。そしたらもうその日のもう昼過ぎから体調が悪くって、でそこからつわりがまた繰り返して、また今までと同じ、でも一番ピークよりは過ぎたかなっていう感じはします。ピークの時は本当に今起き上がって洗濯とか最低限の家事はできます。そう、一人目の時にはなかったんですけど、出血が少しあって、病院でもまあその心配な出血ではなさそうなんですけど、一応まあ安静に過ごしてくださいっていうことなので、やっぱり心配事はなくした方がいいので、日中もこうやってジュンが保育園行ってくれてる間は安静に過ごしています。またね、検診が最初の方は2週間に1回なのをすごく思い出して、あ、いつも、まあ、ちょっと心配になりながら待ち遠しく次の病院の検診を待ってたなっていうのを思い出しました。はい、つわり日記です。今11週に入ったところです。で、検診には先週10週に入った時に行って、成長も順調で、つわりはその時には落ち着いてるなと思った日もあったんですけど、なんだかんだやっぱり波があって、夕方疲れてくると気持ち悪かったりとか、そうですね、でもなんか日中は動ける時間が増えてきたり、ちょっと久しぶりに美容室も行けたり、まあ、でも美容室行ってる途中でやっぱ気持ち悪くなって、その後はずっとダウンみたいな感じだったんですけど、そういうちょっとお出かけもできるようになったりっていう体調になりました。ただやっぱりご飯の匂いとかがやっぱりちょっときつくて、今はやっぱり夫のサポートがちょっと厳しくて、一人目の時にはめちゃくちゃ頑張ったりとか、言ったらつわり中ってなんかその思うように私が作れなかったりとかすることで、まあ、自分もイライラするし、夫もなんかその初めて私がそうつわりで気持ち悪くなって、まあ、どうしたらいいか分かんなかったりもするので、結構ちょっと険悪ムードに
なったりしたので、今回は思いっきりいろんなサービスを利用して乗り越えようということで、今は栄養士さんに来てもらって作り置きをしてもらってます。まあ、コロナ禍ということもあるんですけど、家でご飯が食べたいということで、作り置きサービスを利用していまして、とりあえず夜キッチンに立つ時間を短くして、過ごせているっていうのが今の状況です。なんですけど、やっぱ夜になるとなんか胃酸が上がってくる感じ、なんか気持ち悪さよりも胃が痛い日が多くなってきてしまったりして、結構それがしんどかったりしますね。なんですけどピークは過ぎたなっていうのが11週の私の様子です。でなんかエコーでその10週の時見た時も、もうなんか本当に手足が見えてこう動いてて、結構飛び跳ねてるっていうか、こう浮いてるような感じの様子も見れたので、なんかまあ順調で、その検診の時のエコーを見るのが楽しみになって、つわりも乗り越えられるかなっていう風になっています。ただやっぱり今日も久しぶりに外にこう出たりとかしたんですけど、外でご飯を食べると、ご飯食べた後が気持ち悪かったり、食べ続けてなかったりすると気持ち悪くなっちゃうので、やっぱそれがちょっとしんどかったです。でもやっぱりこうお友達とお出かけしたんですけど、気が紛れることをしてると時間が経つのが早いので、なんかちょっといい日になったかなと思います。ね、まだコロナ禍でもあるから、ちょっと気をつけながら毎日過ごしていますね。そんな感じかな。だいぶ顔色も良くなったと思うんですよ。今はだいぶ落ち着いて、顔の調子も良くなってっていう感じですかね。はい、でもまだまだつわりは続いてるので、またレポートしたいと思います。はい、というわけでここまで前編をお送りしました。というわけで結構最初の方とかね、ちょっと上の方の景色映しちゃったりで、なんだこれみたいな感じの人もいると思うんですが、本当に最初の方しんどくて、一人目の時につわりを経験してるから、これが胃腸炎のお腹痛い気持ち悪いだと1日2日3日、まあ、1週間頑張れば終わるじゃないですか、薬飲んで。じゃないことを知ってるからの辛さが多分とてもにじみ出ていたと思うんですけど、まあ、そんな感じで前編をお届けしました。ぜひ後半も見てください。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。